ゼロ人待ちで3分ぐらい待った。つぶやいてましたよね。今回の5枚目です。あ、そういうこと。 DD から言っておくと、今日は AKB さんの話会も NMB さんの話会もあ、そういうこと。多忙だったんだ。そういうことか。なのでぜひ6枚目、今 B 日程、応募しておりますので、ぜひ来てください。いやでも申し訳ないって思ってるよ本当に。あのね、あの時間の秒数で長い、短い、短いなと思う。ギルスさんありがとう。現場だと美月助けに行くぞができるんだけど、なかなか。確かに。会いに行けるようになったらたくさん買うぞって思ってましたが、B の4時受付最終ね、全部開くといいなって思ってますが、そう、全部開いたらいいなって思います。同じこと言った。そうなんよ本当にね。お話し会とっても人も思いない。何それ、面白い。お願いしたら一緒に脱出道できる。うん、もちろん。いや、一緒に脱出道したい。30秒のために1時間半用意した自分けなげで可愛い。可愛い、可愛い。インスタ返事めっちゃしてて素晴らしい。もっとしたい。開かなかったら C で買えないから。あ、そっか。インスタの質問返しみんなに返したの。いや、みんなに返せなかった。もっとはあった本当は。でも時間がなくて、そのショールーム1時間はせなって思ってたからさ。お話し会って自分の顔も画面に映るんですか。ちっちゃく映ります。ちっちゃく。お話し会に誕生日センス持っていかない。近くにメンバーいるから、みんなのお話し会中にセンスの音が入ったらちょっと申し訳ないから。うん、声出しダメで悲しかったね。武道館、そうですよね。声は出したかったって思うし、やっぱね、自分たちも歓声を聞きながらというか、声出せた方が絶対熱くなれるとは思うけど、万全な対策を取ろうとするためにはそれだからね。ミチュたちにそれだけの価値を感じてくれるファンじゃないと無理。確かに。いや、本当にねえ、優しい。太もも見れるなら人生初の100枚だし。なんなんなんでやねん。面白い。一部の券3枚持ってて、それを押し増しにすると他の部でその部の時間プラスできるってことで合ってる。え、そうよね、そうだと思う。1枚だと少し短い感じが。そう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 。だから1枚の数とかも多くて、今日武道館行きました。本当ありがとうって言って、いや、かっこよかったですって言って、嬉しいって言ったらもう終わっちゃいそうになったから、
なんか全然感想とかも聞けなくて寂しかった。まあね、あの武道館がありますって言ってからね、あの券が取れるようになってたらとは思うと思うけど、だからもうちょっとね皆さんに聞けたらいいなって。自分昨日もさショールームコッコとやってたからさ、あんまりちゃんとあの見れてなかったからさ、出航の道のソロで早速感動しました。嬉しい。コンサート入れたこと自体が幸せだった。ありがとう。目の前にミチがいたのは尊すぎ優しいなみんな。ね、あのさ YouTube 見ました？無謀のさパフォーマンス映像みたいなやつ、あれめっちゃなんかペンライトが綺麗だった。たまにはツイッターのリプ編もやってほしいけど許可がいるんだったっけ。そうなんよ、なんかね許可、あ皆さんと話したいなって思って、でも許可取ってないけんできんけど、インスタのストーリーなら許可なしでいけるんよ。もうなんかほぼ同じことだろうと思うんだけどさ、自分的には。でも決まりがそうだからさ、うん、でもなんか決めてやりたいね。あ、無謀じゃない、独り言。無謀出てたの初耳、ごめんごめん、独り言。あ、違う、独り言って独り言じゃなくて、独り言で語るくらいならの独り言。残るか残らないかなのかな。確かに、まあ、リプ編はね、そうよね、あのツイートしたもの全部こっちにしたら出てくるしさ、通知取っとる人もピョン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 って言ってやばいしさ、あと返せなかった時にね、誰に返してない誰に返したとかもある、みんなが見れるからさ難しいよね。みちは独り言のビョン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 する振り付けまでめっちゃ綺麗だビョンビョン、そうなよね。だからね、でもツイッターのリプ編もしたいんですよ。どっちかというと私はツイッターで生きてる人間だし、ね、でもそうインスタの方があれはね容量っていうか勝手がいいんですよね。独り言の衣装めっちゃ綺麗で曲調も好き、可愛いよね。みんな全体的に写真漏れてる、みちが綺麗すぎた尊い。本当？嬉しい。ななさんと歌うとこ好き。そうめっちゃそれもねめっちゃ来てた、あのインスタのストーリーのやつめっちゃ嬉しかった。ななさんとの歌い分け2人のやつめっちゃ良かったって結構来てて、ジャケットの花が本物って知ってびっくりでしょ。そう誰も言ってなかったなと思った、誰か言ったかもしれんけど、そうそうなんよ、実は成果なんですよあれ、すごいよね。リプライより高画質自撮り上げてもらう方がもはや嬉しい。うん、みちゅ最近女の子のオタクめっちゃ増えててすげーってなってる。みちゅの花はなんて花、ちょっと待って女の子のファンの方増えてるかな、まあでも増えてるのかな、増えたっていう感覚はないけど、でも確かに聖火って生ハゲって読むと思って
間違えた、な、浜花生花か、生ハゲダメだ、ひらがなも読めなくなった。蜜の花はなんて花、なんだったっけな、きなんかさらっと言ってたからな。スランプくんさん、きょうちゃんさん、ありがとう。でもここにね、バラみたいなついてた。青いひまわりで空耳ロックしたくない？それは私ね、ずっと言ってるんですよ。自分空耳ロックめっちゃ好きで、やりたいって言って、実は3周年で練習してたの。空耳ロックとか。そうなのよ。まあ3周年がさ、中止になってさ、あれになったからさ、あれなんだけどさ。結構前だけど握手会の時みちゅれん可愛い子たくさんいた気がする。そうよ、みんな可愛い、理想の女性すぎる。いや、もっと高いものを見た方がいいよ嬉しいけど。握手会がないので自分は増えてるか知らない、増えてるか知らないね。確かに確かにな、それもあれだわね。普通の握手会の時はさ、レーンに並んでる方々を見てさ、あ、今日すごい並んでくださる方が多い、嬉しいって思えたりさ、わ、今日カソカソってる、やばいってなんか危機感を感じられたりするけどさ、お話し会だったらさ、一人来るやる、一人来るやるみたいな、そのあれが分かんないから、あれだね。一連みんなおしゃれで行くの躊躇したけど、うそん。でもそうなったら今は来やすい状況やな。そうそうそう、何人待ちとか出ない、出ない。一部何人とかお話し会でも分かる、え、聞いたら分かるんだと思うけど、あの普通にやる分には出ない。うん、一連はいつも人多くてマニアか心配になってた。いや、もうそんな、もうなんかでも今のオンラインを考えたら、その過去もなんか信じられないぐらい本当に、え、今日とかも本当に金木犀の香りがするレン、そうなんよ、純が金木犀の香り好きって言ったら、みんながいろんな方が金木犀の香水とかつけてきてくれたりしたから、そうなんよ。いろはさんよくわかったね。ほえー、でもオンラインってね、なんか気にくさというか、いかんでもいいかってなる感じもわかる。うん、握手会したい。オンラインもいいけど、キキペットボトル得意。でも自分もイロハスとクリスタルガイザーぐらいわかるよ。あとポカリとアクエリアス。みんなで握手会行くのが楽しいね。確かに交流もあるもんね。どうしたら来ていただけるんだろう、オンライン。ショールームとやってること同じじゃんって心のどこかで思ってる。まあそれはね、うん、
自分はコメント読み配信ばっかだしね、まあ朝晩、今日は朝できなかったけど朝晩するし、それだったらショールームしてなかったらさ、あのこういう会話もないからさ、行こうってなるもんね。それもそうだよ。こんな話会は1回開始5分前に起きてしまって以来トラウマで躊躇してる。ありゃりゃ、風を待つの握手会行けなくて未だに剣しまってありますね。かわいい。どういうこと？クリスタルガイザー、クリスタルガイザー、クリスタルガイザー、ん？自分一人の声に答えてくれる時間と、そうなんよね、そうなんよ。そうなんじゃけどね、返事もらえたし始める。イエイ、開幕。ミチとお話ししたい役がすごいから追加しようかな。ぜひ。自分がミチを全く知らないでオンライン飛び込むか否か想定したけど結構厳しい。そうだよな。あといつも迷うのは皆さんの顔を見るか、その上にあるこっちのこういう画面のあのこのカメラを見るか迷う。自分は皆さんのお顔を見てさ話したいというかさ、やっぱ表情とかも大事だしさ、こう見たいけどさ、でもさなんかさ、なんかさ目が合うとかさ思うのはこっちじゃん。多分画面の向こう側の方からが嬉しいのはこっちなんよ。でもそうしてたらもうあの視界のさちょっと入るぐらいでしかさ顔見れないからさ、っていうのもいつも迷う。そう、握手会だったらそんな悩みなんて全然ないのに。だって目見ればね、iPad でやっとるけん、画面とここのなんか上にあるんですよ、あのカメラがね。そう、でも皆さんの方の顔を見てたら下向いてこんぐらいになるよ多分、あーそうなんですね、うん、ぐらいの。迷うよね、下向くのなんか申し訳ないなって。皆さんの顔見てるだけなんだけどね、だから目線が下に感じるの。そう、あれ難しい。しかり緊張した、ありがとう。悩みどころやな。でも今ね B 日程B 日程の最初やってるので開いてくれ、感謝枠。そ、なんかさ話したいっていう気持ちはめっちゃあるんですけど、気持ちがあるからといって自分がどうこうできるわけじゃないからさ、もどかしいですよね。もっと武道館の話聞きたかったしとか思うけどさ、目のとこにカメラがあればいいのにね。そうなのよ、握手
足前に香水つけてたの懐かしい。にゃん。それにゃん。自分はサインやツーショットより話せる方優先で撮ってる。うん。へえ。もう20枚単位でしか注文したくなくなっており、その決断は重い。なんでそんなハイレベルな戦いしよう。今更やけど、そう考えたら握手会って紙イベ、確かにあの当たり前だった日常ってすごいことだったんですね。ぐずんぐずん。まとめが20枚上限。じゃけん上限でしかさ書いとくないってことでしょ。すごくない？直接会える日が来るといいね。ね、すんごい傾向だね。最低20枚はハイレベルね。本当に話し会中のメンバーの会場の雰囲気もシュールよ。画面に向かってあれだから。何気に道には回数より枚数取ってる。うん、確かに。いやー、なんかさ、そう、本当にね、難しいよね。あー、そんなコメントは泣きそうになるな。オンラインになって全く行かなくなって、いつも申し訳ないと思ってる。そう、なんかそういう方は多分多いからさ、こうやって配信のコメントで見つけたりさ、そのイン、あのツイッターのリプとかで見つけたりしてさ、まだ見てくれてるんだってめっちゃよく思うんですけど、それただ単にオンラインがの難しいというか、オンラインに魅力を感じなくて、そういうあの、ね、応援はしてるというか見てはいるけど、オンラインは来ないだけなのか、なんかもうオンラインとかのご時世になっちゃったから興味がなくなったのか、そういうのどっちなのか分かんなくてさ、よくびっくりする。見てるって、見てるというか、その見つけた時に。いまだに緊張するから、道から話してくれそうなら申し込もうかと。話しますよ、話します。もうね、街もダブるのが怖くて、話した時にああってなったらって思うけど、話す。いや、個人的には道を知ったのがショールームだから、直接会うのが目的ではないみたいなとこある。うん、わおん、わおん、ポロ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 、心がいい。6枚を何部か取るより20枚まとめた方がいいですか？でも今日を考えると何部かに分けて来てくださったら嬉しい。でも、まあ、まとめでも嬉しい。何がいいとかはないんですよね。難しいな。まあでもそんなね、嘆いとったところでしょうがないんですよ。今のご時世、これが一番最適なものなんだと思うから。自分がそうわーわー言ったところで、
未来のための今の我慢だからとは思うけど、今日そんなカスだった。え、もうすごかった今日の件がトラウマになった。まあトラウン、何したらいいのかな。そうそう、どんな形、あのね、何が嬉しいはそんなにない。よくでもループがいい、まとめがいいみたいな、そうあるんですけど、どっちでもね嬉しいんですよね。結局来てくださることが嬉しいから。うん、難しい、それは苦渋の選択。ずっと愛してます、ありがとう。完売が目的なのか、全然完売を目的とはね言ってないんですけど、来てくれた人を幸せにさせるのが目的なのか。幸せにさせる、なんか、一緒になんか何、その共感したい、いろんなことを、武道館の感想とかいろいろ出落ち型興味の話、一部のうちに一人も来ない子もいるはず。いや、うちもねそうなるんじゃないかなって思う。再会してもアクリル板を経てのお話しかになるんじゃない。そうなのかな、あれみたいやん、刑事のやつ。でもさ、あれもさ、何仕切られとる板があるだけで全然聞こえんよね声。そうだから、そういうこともあって昨日の武道館はこんなに支えてくださる方がいるんだっていう嬉しさでめっちゃ感動した。本当にありがとうございます皆さん。キープ売り場、確かに。いきます。13位スノッチさん、12位オフさん、11位コータンさん、10位ブルーさん、9位アモズさん、8位ダダダダムドさん、7位エムケンさん、6位ナツメさん、5位セリアさん、4位キョウヘイさん、3位コウさん、2位ツボユウスケさん、そして1位はドゥルルンジジャン、ゴレヒロさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジちゃん、セイゴさん、ありがとう、 Thank you です。それではまた明日、おやすみなさい。